こんにちは、フロットリーフチャンネルです。じゃあこちらですね、ランを使った苔玉というところでご紹介していきたいんですけども、これパフィオペディラムという洋ランを使った苔玉ですね。このようにですね、花が咲いているうちはこのまま花のまま楽しめるんですけども、このパフィオですと大体1ヶ月ぐらいは楽しめるんじゃないかなと思います。で、基本的にこのパフィオペディラムに関してはそこまで寒さ暑さ平気といえば平気なので、気を使わなくても大丈夫なんですが、なるべく、人がいて暖房つけなくても心地いいよみたいなところに置いてあげると、花も長く持ちますし、綺麗なまま保てるのかなと思います。で、結構水が好きなので、あまり切らしちゃうとですね、花が傷んだりとかっていうこともありますので、乾燥し始めたらたっぷりと水をあげていただくような感じでやっていただければよろしいかなと思います。で、こちらは模様が入っている葉っぱのパフィオペディラムなので、花が終わった後もこのまま楽しめますね。で、次はまたここから子供の株が出てきて、今度それが咲かせるような形になりますので、このまま管理していただいてもいいのかなと思いますので、ぜひですね、こちらもう形としても可愛らしいですし、花もとても長く持ちますので、ぜひ試してみていただければよろしいかと思いますので、よろしくお願いします。